順調です。すごくコンディションもいいですか？コンディションも徐々に上がってきてます。疲れはありますか？すごい疲れてます。空いてたからです。好きな番号とかではなくて？いや、好きですよ。20番好きです。結構背番号とかこだわるタイプ？今まで。いや、あんまりこだわんないですね、はい、じゃあたまたま明日20番が好きな番号だったからつけた。そうですね、はい、キリが良くて。もう毎試合決めたいです。出た試合は J1 で今のところキャリア入って確か5点かな、はい、それ以上取りたいですね、はい、最低限それ以上取りたい。はい、発見っすか。ペパルトに来て発見、まあ、仙台の町に滞在することが初めてだったんで、その試合とか以外で仙台の街がすごいいいっていうことが発見です。仙台帰ったら行ってみたい観光地、ユアテック。観光地じゃない、ユアテックまだ行ってないから。今シーズンまだ行ってないから。はい、すごく雰囲気がいいチームですね、ベガルタ仙台は。みんな、仲良くて、話しかけて来てくれて楽しいです。結構自分からっていうよりか話しかけてもらう方が嬉しいタイプ？そうですね、人も若い人もみんな話しかけてきてくれます。応援歌ですか？まあもちろんあったら嬉しいですけど、応援歌歌ってもらえるように頑張ります。理想のゴールの形、理想のゴールの形はないですね。逆にどんな形でも取れるっていうフォワードとかが好きです。ニックネームは何？逆に何？今チームでは阿部拓とかタクとかだよね。タク、そうだね、タクって呼ばれるね、監督とかが。タクマと区別つきづらいけど、西拓と西拓阿部拓でいいんじゃない？西拓阿部拓で西拓阿部拓。ここだけに負けたくない。いや、それはないな、別にないですね。全部特別っていうの全部負けたくないです。フルストやる機会もあると思うけど、そういう時ってモチベーションは上がったりする？そうだな、フルスはまあ変な感覚になりますよね。今までやってた人と対戦するから。それはそれで楽しみ？楽しみですね。ライバル、ライバルいないっすね。全員わからない。わからない。まだ。他のチームとかにもいたりする？他のチームもいないっすね。自分は自分みたいな感じ。そうっすね。得意なポジション。やっぱりフォワードか。まあアタッカーだからフォワード、サイドハーフ、トップ下とか全部どこもあんま苦手意識とか得意意識とかなく、どこでもやりたいって感じですね。今うちではワントップとシャドウをやってるけど、見てる景色とかも全然違かったりする？違くて面白いですね、どっちも。まあ、ちょっとずつ役割も違うし、どこで出てもまあでもサッカーが点を取るスポーツなんで、そこから逆算してどのポジションでも考えてやりたいです。
対1の対応でコツ、自分から仕掛ける、うん、西村選手のことを西宅でしょ。西宅はあいついじられキャラなんですか。まあみんなに結構いじられたりしてるね。ちょっとみんないじりを学びながらいじっていきたいと思います。2人でたまにリフティングとかしてるけど結構話したりしてる。あでもちょっとこれからだね。たくまってあいつが呼ばれた時反応とかめっちゃする。まだ未だに全然する。だってベガルタをちょっと離れたらたくまって呼ばれるからね。俺もああまあそうだよね。前のチームでもたくまだったいましたね。前のチームの時もなんか阿部くんとか阿部拓とかそういう感じで呼ばれてましたね。やっぱりチームメイト。まあなんか人としてもいいしプレイヤーとしてでもいいし。ああでもやっぱ石原直さんとか、まあ、ポジションが近いってのもありますけど、すごいいろいろあのサッカーのことをアドバイスを聞いてます。結構練習終わったと2人で話し込んでたりするよね。そうですね。すごい頭いいんであの人いろいろ勉強になります。イケメン背がでかい。仙台加入決めた決めて。いやいつも俺移籍するときはこれたっていうんじゃなくて、なんか最初にその聞いたときに、なんかなんとなくここがいいなって思うところで行く感じなんで、あんま決めてっていうのは今までも、まあ、仙台も今までもないって感じです。直感でやりたいなと思うクラブに行くみたいな、そんな感じです。いやいやいや。やめて、ジョン屋のテフェチは。俺あーでも匂いかも。そしたら匂いフェッチ、あ匂いどういう匂いが。いやなんか臭い匂いとか、なんか臭いから嗅ぎたくないけど嗅いじゃうみたいな。いい匂いじゃない方、うん、あいい匂いも好きだけど匂い、怖いもの見たさもあるっていうか、そう匂いは好き。なんかいろんな匂いが好き。じゃあ結構自分でも匂いを気を使う方。いやあんまり。あえて人のだけってこと、ね、人だけじゃなくて物とか、あとなんか駅とか降りてちょっとその街の匂いみたいなのあるじゃないですか、うん、そういうのを感じるのが好き。新しい場所とか行って、今シーズンベガルタに来てシーズン終わった時に、まあ自分が入ってよかったと思われるような風にサポーターに行ってもらえるように頑張るので、応援よろしくお願いします。